どうもナムです。 CC レモンに見たことないのがあったんで買ってみました。 CM でやってますね。じゃーん、 CC レモン、スポーツかな。 CC スポーツ、スポーツ炭酸って書いてあるね。多分 CC レモンのスポーツ用のやつなのかな。多分スポーツドリンク系なのかな。ちょっと飲んだことなかったんで買ってきました。スポーツ炭酸 CC スポーツサントリー果汁 1% ビタミン CC レモンって書いてあるね。ここに色が CC レモンに比べるとちょっと薄いかな。運動時の水分補給にミネラル、ビタミン C、ビタン酸。ミネラルとはナトリウム、カリウムのことです。だそうですね。イオンで買ってきました。スポーツ炭酸出た。松岡さんいますね。これはちょっと熱くならないと。テニスした後飲まないとね。あ、なんか LINE スタンプもらえるって書いてある。CC スポーツ新登場。今回ちょっと CC、このスポーツと、こっちの普通の CC レモンも買ってきました。これね、明らかに色が、こう分かるか、分かりますかね？これ色がね、どう見てもね、違うんだよね。こっちが、まあ普通の黄色で、こっちね、ちょっと薄いんですよね。そう、ほら。結構多分違いが分かると思うんですけど、多分そんな酸っぱく、ないのかな。ちょっと、飲み比べてみようかなと思います。ちょっとコップに入れてやりましょうかね。じゃあ普通に CC レモンから、レモンレモンする。こっちは普通にね、まあこんな感じで黄色いですね。こっち行ってみようか。 CC スポーツ、どんな味なんだろう。あ、こっちそんな酸っぱい匂いがしない。あ、やっぱり色が薄い。こう見ると分かりますけど、色分かりますよね。だいぶスポーツの方が薄いです。こっち普通の CC レモンなんですけど、まずこっちから普通の CC レモンから、普通に、普通のいつも通りの普通のです。じゃあちょっとスポーツいただきます。あ、酸っぱくないんです。ちょっとね、少しだけ甘いかな。なんていうんだろう、ポカリじゃないな、アクエリの炭酸みたいな感じかな、これ。なんて言えばいいんだろう。でもスポーツドリンクって言われたらスポーツドリンクの味、多分炭酸抜けたらスポーツドリンクのやつになると思います。なんて言えばいいんだろうこれ。そうですね、でもこれは美味しいな。炭酸嫌いな人、でもどうなんだろう。スポーツ後とかに飲んでも全然いけますね。普通のやっぱこっちと全然違う。だいぶ違う。好み比べれば分かりますね。だいぶ違う。スポーツ飲料ということだけあって味が変わってますね。ちょっと混ぜてみようか、普通の CC レモンとドリンク。なんか変になるかな。よいしょ、おお、混ぜした。ちょっと酸っぱくなった。でもそんな、でもそんな変わんないな。でも、やっぱ全然味が違いましたね。はい、ということで、この CC スポーツとね、CC レモン、飲み比べましたけど、だいぶ違います。もう色的にもそうだと思うんですけど、だいぶね、こっちの方がすっきりっていうのは、炭酸弱いかな、こっちの方が。どっちかっていうと。だからまあ、運動後とかに飲むには全然いいやつですね。まあ、ミネラル、ビタミン入ってますし。
こっちは普通にシーシーレモンで美味しいですね。うん、酸っぱさはこっちの方があって、こっちは酸っぱくはない。うん、僕が感じたのは少し甘かったですね。はい。まあ運動後に飲んだら多分わかるんじゃないかな、違いが。いや、運動しなくても多分今飲めば普通に違いがわかるんですよ。皆さんも気になった方飲んでみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあもしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。